肘を上げろ、もっと肘を上げろっていう指導、まあ、肩のインナーマッスルが弱いとリリースの際にこう肘が落ちてしまう、逆に変な癖がついて怪我しやすい。今回も、本を一冊ご紹介していきたいと思います。こちら川村隆先生の、最新科学が教えるピッチングの技術という本を読んで、ちょっと勉強させていただきました。その中の肘を上げるということに関して、解説してある部分をご紹介して、実際にどのように指導や自分のピッチングなどに活かしてけるかっていうのを解説していきたいと思います。はい、この動画はですね、特に、小中学生の、まあ、指導者の方だったり、小中学生の選手の、保護者の皆さんだったりに、見ていただきたい動画となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、まあ実際ですね、選手の方で、肘が下がってるよとか、肘を上げろ、もっと肘を上げろっていう指導を受けたことがある方も何名かいると思うんですけれども、実際にその指導は、まあ、間違っているわけではなくて、ただその肘を上げなきゃいけない、上がってなきゃいけないタイミングっていうのは、このリリースのボールが離れる瞬間ですね、まあ、肩からボールまでのラインがまっすぐでしっかり一直線になっているか、肘が上がっているかっていうのをチェックしなければいけない。以前のこの切り出すチャンネルの動画でもお伝えしているんですけれども、この肘が上がってボールから肩までが一直線の状態をこのシングルプレーンと言います。リリースの瞬間に肘が落ちてしまっていて、肘に負担がかかりやすい投げ方、これをダブルプレーンと言います。リリースの際に肘が下がってしまっている原因として、フォーム自体に原因がある。で、もう一つ、フォーム以前に原因がある。この2パターンに分かれます。フォーム以前に原因があるのに、まあ、肘を上げて投げさせようとしてしまうと、逆に変な癖がついて怪我しやすい投げ方になったりするので、まずそのフォーム以前の原因、まあ、4つあるんですけれども、この4つをこうチェックしてもらって、フォーム以前のところに原因がないかどうかをチェックしてもらいたいと思います。フォーム以前に原因がある場合は、体の大きさだったり筋力だったりの関係で、そんなに速い球が投げられる状態ではないので、まだですね、そんなに肘に負担がかかることが少ないので、肘が上がっていなくても気にしなくて大丈夫です。でもこの4つのチェックポイントを満たしているのに肘が上がっていない場合は、フォームに問題があるということになるので、フォームの改善をしていかなければなりません。じゃあ早速4つのチェックポイントを、1つずつ見ていきたいと思います。チェックポイントの1つ目、ボールが握れる手の大きさがあるか。2つ目、ボールを握るときに親指が人差し指と中指の中間地点に来ているか、このボールの反対側に親指真ん中来ているかどうか。ボールを握れる手の大きさがあっても、ボールを正しい握り方で握っていないと、結果として、肘が上がらない投げ方になってしまいます。これなぜかというと、その、まあ、わしづかみだったりとか、親指がしっかり中間地点に来ていない握り方になっていると、前腕、この肘から手首までが緊張しやすくなるので、結果的にこう手首を返す投げ方になりやすくなってしまいます。なので、ボールを握れる手の大きさがあること、そして、ボールをしっかり正しい持ち方で握れていることをまずチェックしてみてください。はい、3つ目のチェックポイントが、体幹の筋力があるかどうか。片足立ちで10秒キープ、片足でしっかり体を支える動きっていうのは、野球の動きの中でもとても大切な、動作になります。で、これはバッティングでもピッチングでも片足の動きが必要になるので、チェックしてみてください。はい、4つ目が、腕の筋力はあるかどうかです。まあ、肩のインナーマッスルが弱いと、腕の位置を安定してこう支えることができずに、リリースの際にこう肘が落ちてしまう原因になってしまうので、肩の筋力があるかどうかもチェックポイントに入ってきます。で、腕の筋力があるかどうかをチェックするメニューとしては、 500ml のペットボトルを持って、で、肩と肘の高さは同じにしてください。これでキープすると、肩のインナーにもしっかり刺激が入るので、まあ、チェックだけではなくてこうトレーニングとしてもおすすめです。この時に、こう手首が返ってしまっていると、
これだと手首で支えていることになってしまうので、しっかり手首は立てた状態で、肩と肘の高さを同じにしてキープ、10秒できるかどうかですね、チェックポイントとしてやってみてください。以上の4つが、チェックポイントとチェック方法になります。チェックポイントの基準を満たしていない場合は、次回の動画でちょっとチェックポイントをの基準を満たせるようになるトレーニングとか、満たしていない場合に、どのように対応したらいいかっていうのを次回の動画で説明していきたいと思います。このチャンネルでは、野球のレベルアップにつながる動画を配信していきますので、チャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。よろしくお願いします。